今日の試合会場の上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、ベガルタ仙台が湘南ベルマーレと戦います。ピッチの選手たちもこの試合に向けて気合は十分のようですね。いい試合を期待できそうです。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。福西さん、4-5-1 のフォーメーションでしょうか。はい、よりオフェンス重視のフォーメーションですね。サイドバック、サイドハーフの縦のラインの攻撃と中盤の人数を生かしたプレスが主な強みでしょうか。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。一般的な 3-5-2 ですね。守備的になることも攻撃的になることもあります。Jリーグに後から加盟したベルマーレですが、当時は圧倒的な攻撃力でリーグを沸かせました。1998年のワールドカップにはクラブから4人の代表選手を送っています。いいチームでした。キックオフ、試合が開始されました。マークを振り切った、よく止めましたがボールはこぼれています。先制ゴールが入ってもおかしくないシーンでした。相手キーパーのナイスセーブでしたね。フリーキックから試合再開です。特にイエローは出ないようですね。ベリントン、抜けた。このシュートは惜しくも入りません。流し込むだけで良かったと思うんですが、ちょっと強すぎましたね。プレスを受けます。高い位置でインターセプトします。このパスはダメでした。通りません。1点リードにできるか。決まった。早い時間に先制弾を叩き込みました。あえてニアポスト側にシュートしてきたようですが、問題はキーパーですよね。あのコースは反応できたんじゃないでしょうか。自らボールを持ち込んでいきます。チャンスにつながりそうな攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。スペースを見る。これを防いだ。危険な位置からのシュートでしたが、見事に止めましたね。ポゼッションは相手に渡ります。この位置からプレッシャーを受け、ゴール前で振り切った。入った。立て続けにゴールです。これで2点リード。
自陣のゴールに近い位置ですから、ボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。素晴らしい読みでインターセプトしました。スペースへのボールうまく合わせてきた。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。ここは大きくクリア、チャンスでした。岡本拓也、バラダ明美、マークを振り切ります。来たか、絶好のチャンスを決めきれません。福西さん、今のが入っていれば1点差でしたね。はい、そうなっていれば追い上げていくモチベーションも上がったんでしょうね。とにかくこういうチャンスを無駄にしてはいけません。ホームチームのボール支配率が落ちています。これがサッカーの面白いところで、ポゼッションが高いから勝てるというわけではないんですよね。あ、チャンスですよ。ピンチは続きます。危ない場面でしたが危険を回避しました。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。バラダ君、相手のボールになりました。いいところへ出しました。スルーパスはキーパーが処理。素早い飛び出しでした。思いっきりのいいタックルですね。ボールを奪取しました。ドリブルで持ち込んでいます。主審は一旦流していましたが、ここでファールを取ります。フリーキックが与えられました。相手に渡ります。中断していた分の2分がアディショナルタイムに加えられます。ディフェンスの対応が光ります。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。実況していてもこの選手の活躍が目立ちましたが、こう見ると素晴らしいですね。後半のキックオフ、今度はベルマーレボールです。このスルーパスは通りそうです。決まった、ゴール。さらに追加点です。これでリードは3点になりました。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。一方的な試合となってしまいました。まだまだ持ち込みます。プレッシャーをかけられます。プレスが効いている。最高のボールが出た。このシュートは大きく外れていきました。力が入りすぎですね。枠に飛ばないとどんなシュートでも意味はありません。
ここは通しません。何を狙うのか、見事な視野です。まだ気を抜けない状況です。絶好のシュートチャンス、キーパーが飛びついて止めましたね。コーナーからエリア内へ、ディフェンダーがボールをクリアしました。一瞬で置いていかれましたね。自陣内で相手のプレッシャーにさらされます。これは狙えます。まだ攻撃が続きそうです。ここはなんとかしのぎ切りましたね。ここはタックルで回避、相手のシュートを許しません。チャンスになる、これはいけそうだ。バーで跳ね返った。ボールは枠に当たってキーパーが抑えました。運が味方しましたね。今のシュートはゴールの枠のもう少し内側に当たっていたら入っていたでしょうね。このボールは直接相手の選手へ。おっと、これはいいぞ。キーパーと1対1でしたが、ここは強く打ちました。軽く流し込めばよかったと思うんですが、ちょっと判断が悪かったかもしれません。選手を交代するようです。ボールをダッシュ、寄せが早い。あっと、かわしました。これはチャンスです。ここで見事なタックル、奪った。ゴール、ゴール。ボールは低い弾道でゴールネットを揺らしました。両チームの点差がさらに開きました。この追加点が相手に与える精神的ショックは大きいですよ。この展開を誰が予想したでしょうか。さあ、自ら持ち込んでいく。なかなかいい攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。いいところへ出した。ポストに弾かれた。決まった。ゴール。この選手はこれで2得点です。さらに追加点、点差を広げます。相手の心を折るには十分な1点かもしれません。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。ちょっとコースが甘くなって抜け出しました。決まった。今日3点目、これでハットトリック達成です。この失点はやっちゃいましたね。
あそこでボールを持ちすぎたことがそもそもの原因でしょう。手が寄ってくる前にパスするかクリアすべきでした。バラダ君、ボールを前に運びます。ボールを失った。サイドにスペースがあります。足元へのクロス、フィニッシュまで持っていくことができません。このシュートは大きく外れています。これで3分アディショナルタイムが追加されます。ここはタックルで止めました。ボールをダッシュしています。サイドが空いていますね。何をしてくるのか。試合終了。このリーグ戦はホームチームの勝利です。終わってみればチームの圧勝という内容でしたね。戦術がピタリとはまって監督も満足しているんじゃないでしょうか。これは次節も期待できそうです。